結局丸投げですか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、なんかめっちゃ進んできたけど、でもこのさ、ビルダー城作ろう、なんか 59% から動かなくなったんやけどさ、どうなん、どうなん。おお、なになになに、よーし。え、なんか途中、え、完成、どうだ、我々だけで君に授ける城を完成させたぞ。我々だけで、そこ強調されましてもね。え、完成してないけん、全然。見てくれ、あの城壁の美しさ、2階部分の素晴らしい造形を。いや、確かにね、その大まかな形はできとるし、すごいと思う、綺麗やけど完成ではない。床には絨毯まであって、自分たちで作ったとはいえなかなか悪くない出来栄えだ。何これは、飽きたってこと。どういうこと。やっとお城が完成しましたね。私感動しました。何、誰も突っ込まないの、怖いんだけど。かあ、これはとんでもない城じゃ。わしは自分のビルダーの力が怖い。いやー、怖いよ、違う意味で怖いよ。このお城はラニー様に捧げますわ。どうか存分に使ってくださいますね。いやいや、何、ええ愛な、ついに君に捧げる城が完成したのだ。早速見てもらいたい。一流のビルダーたるお主に見てもらうのは少しばかり恥ずかしい気もするが。いや、恥ずかしいでしょうね。私たちの自信作です。アイナさんも間違いなく感動しちゃうと思います。さあさあ、わしらが案内しよう。急ぎ城まで来てくれ。ここでしょ、城。何、どこに行くの。何、あの人たち、やたら自慢げな感じがものすごく不安はあるわね。いや、見えてるでしょ。アイナ、一度今できてる城を見て回ってくれ。そして皆の話を聞いてやってほしい。うん、皆の話をね、ちょっと聞かせて。いや、いやじゃねえわ。アイナよ、城作りというのはなかなか骨が折れるが、本当に素晴らしいものじゃ。うん、なるほど。指導大丈夫かしら。あ、ルルはもう城どころじゃないっていう感じやね。お、どし、あ、ルルついてくるの。ララー、こっちだよー。ララララ、見てください、僕たちが作った素晴らしい城のお部屋を。はあ、いや、部屋なのか、なんかすごい、何、この穴は何、この部屋、なんで歌ってるジローム。この部屋は開放感が売りなのじゃ。風通しが良くていい気分じゃろう。いやいや、風通しとかじゃない。あなたたち本気で言ってるの？こんなにすっかすかじゃ壁とは言えないわ。魔物もどんどん入ってきそうだし、こんなの欠陥住宅じゃない。か、そんなことはない。わしらは自信を持って。まったく、これでお城の完成だなんて、開いた口が吹っ飛んでいきそうよ。吹っ飛んでいくの？感想が面白いっすね。イエティは別に感想はないのかしら。こっちですよ。見てください、アイナさん、私たちが作った城のお部屋を。お部屋、お部屋、何この、なんかこの真ん中のは何、この2つ邪魔なんだけど。何よこの狭苦しい部屋は。豚小屋。はっきり言いすぎ。もう何ということでしょう、このお部屋の良さがわからないなんて。これだけ密着していれば寒いよりも凍えることはありません。それにこの小さな部屋なら亡くなった方々もたくさん埋葬できますよ。え、死体を埋める部屋がいるの。ねえねえ、あなたたちお城を作ってたんじゃないのよね。まったく、これでお城の完成だなんて、お茶どころかおへそが湖は沸かすわ。湖は沸かさないで。いや、でもなんかルルがめちゃくちゃはっきり言ってくれるけど、ね、確かにさっきも壁どうしたって思ったし、ここはここで真ん中の邪魔じゃねって思ったけど、私の感性は間違っていないわけね。ふう、やっぱりルルの嫌な予感が当たったわね。はいな、一応2階部分見てみましょう。2階部分あれでしょ、でも壁とかないけど、なんかむき出しなんやけど、これどういう状態ね。え、これは宙に浮いた壁もない部屋。おお、城を作ってみんなと話をしてきてくれたか。して、どうじゃったいな、階段の登り心地は。てか階段さ、これ半分しかなくない？何？残りの半分は。この階段はわしが手塩にかけて作った階段。
その名もホッホ大階段。ホッホ大階段？あなた本気なの？階段は半分しか積まれていないし、途中で途切れてるし、手抜きにも程があるわ。無礼者、途中でその持病の腰痛が。それは完成じゃないということだね。アイナ、ルル殿、恥ずかしながら私が作った王の間も見てほしい。玉座もないしね。王の間？まさかこれが？それっぽい絨毯と床だけは敷いてあるけど、とても王の間には見えないわ。あなたたち正直に言いなさい。これで本当にお城の完成だと思ってるの？すまぬ、アイナルル。わしらにはこれが限界じゃった。すごいけどさ、時間かけたらもっといけるやろ。任せてほしいと言ってしまった手前、引くに引けませんでしたが、わしらは所詮、お主には遠くを選ばぬ参入ビルダー。やはりお主のようにはいかんかった。最初から正直に言えばいいのよ。やっぱりアイナがいなきゃダメなんだから。今のままじゃとてもお城とは言えないけど、お城の土台にはなるはずよ。まあ十分ね。あとはアイナがみんなが作ってくれたこのお城もどきを好きな形に作り上げればいいわ。結局丸投げですか。ルル殿、そう言ってくれるとありがたい。私たちの努力も報われるというものだ。それにしてもシロは大丈夫かしら。このへんてこなお城を見せてあげたいのに。反応は知りたいよね。破壊の神、シドウよ。お。一方、その頃、シドウは。まだこの場所におるし、なんかのたれ死んどるけど大丈夫？なんか、霊気というか、妖気というか、だだ漏れとるけど。想像なきところに破壊はない。破壊の神も目覚めることはありません。ってことは、私が何も作らなければ目覚めることはなかったということ。だからこそ私が、あの小娘をこの世界に呼び寄せたのです。あ、じゃあ結局作る運命か。あなたとの出会いと冒険は想定以外でしたが、その価値はあったというもの。あ、マジで？想定外やったんや。じゃあ別々の場所で別々で売る予定やったってこと？世界は少しずつ滅んでいます。そんな残酷な世界は一息に滅ぼすべきです。じゃあ一緒におったことによってちょっとなんか、ね、それこそが救い。そして破壊神たるあなたはその最後の希望。なんか向こうも予想してなかった。ちょっと、ビルダーと仲良くなってしまったみたいな。そこ予想外やったよね。お前は誰なんだ？この幻の世界を作りし者、そしてあなたに最も近しい存在です。誰？ハーゴン？なんか死んだとか言われおったけど、今やあのビルダーが想像なくこの世界をものづくりの力で満たそうとしています。もう必死で必死でいろいろ作ってるところよ。みんなにもね、その想像の力を託して。さあ次なるは破壊の時。破壊の神たるあなたが真に復活する時です。アユナ、ここどこ？え、この城はどうするの？アユナ、完全なルルキャッスルには程遠いけど、まずは玉座の間があればお城にはなりそうよ。ひとまず、アネッサが用意してくれた場所に玉座の間を作ってお城を完成させましょう。おお、それならばムーンブルク王から預かってきたアレン出番だな。ん？何？壊れた玉座。え、ムーンブルク王から玉座取り上げたの？これは王がかつてムーンブルクの姫のために用意したものらしいが、君への感謝としてくださるそうだ。あ、そうなんや。しかし、王に姫がいたという話は聞いたことがないが、まあ、パラレルワールドっていうことかな。とにかく、お城というからには王の寝室も必要ではないですか？それもそうだな。てか、王って誰ですか？では、アイナ、まずは壊れた玉座を修理して玉座にし、玉座の間を完成させてくれ。玉座が1つ、タペストリー4つ、かがり火を2つ置けば玉座の間が完成するだろう。あとはその隣に王の寝室を作るんです。キングベッド、暖炉、そして高級椅子、高級明かり、個室壁掛け、1つずつで王様の寝室ができるでしょう。玉座の間と王様の寝室は隣同士に作らないとお城になりませんから、注意してくださいね。壁に使う建材と扉は君が好きなものを君自身で用意してくれ。それじゃあ玉座の間と王様の寝室2つの部屋を作って、そうすればひとまずお城は完成よ。寝室まで作るような場所ある？どう？キングベッド、大の字になって寝られるふかふかの寝床、眠れる家具、色を変えられる。王女のベッド、おーいいね。幕で覆われた大きく豪華なベッド、眠れる家具、色を変えられる。それやったら王女の部屋も作りたくなるよね。
え、てか玉座の間どういう、え、だってなんかこういう感じにされとるわけやんか。隣同士というのはどういう、もうわからない、何もわからないよとりあえずこの城の壁を使って、何君、あいなよ、城作りというのはなかなか骨が折れるが本当に素晴らしいものじゃ。そうですか。まあ、とりあえず置いていきますかね。あ、ちょっと待って、置けんかった置けんかった、よいしょ。ここをとりあえず囲っていけばいいんかな。邪魔よ邪魔よ、戦うのはいいんだけども、よいしょ。これでこの壁は3段いるってことかな。よいしょ、はい、積み重ねていきます。ふう、でこっち側も、うん、オッケー、よいしょ、はい、壁をつけていきます。びっくりした、指導が来たかと思ったよ。ここはとりあえずいらなくって、よいしょ、で下部分、お、下部分埋めていきますね。よいしょ、でもう、んー、よいしょ、もう一段上から、はい、ここに壁を作っていきます。なんかキメラだらけやねめっちゃキメラだらけやん。自分が連れとるモンスターもキメラやけどもさ、この辺はきっちりね囲いを作っていきまして、だって2階部分さヤバすぎるやん、全く壁ないもんねありえんやん普通に。よいしょー、とりあえず私は今玉座の間を作ろうと思っているところなんだけど、王の寝室はどうなんやろ、玉座の間から行けるようにした方がいいかな、扉つけて、まあその方がいいよね、直接念に迎えるみたいな感じ。これでなんか玉座の間が完成したら多少パーセンテージが上がるんかな。てかビルダージをさ、なんか自由なんやったらこの時点で何パーセントできとるとかわからんくない？あ、わからんくないっすか。待って、玉座の間の扉ってどれぐらいの大きさやったっけ、ちょ全然覚えてないけど、扉扉、ちょみんなちゃんと近くで見ててくれるそんな離れたところで見てないで。よし、玉座、とりあえず玉座を、あ、この辺扉あるか、どれ、鋼の扉、玉座の扉これやんね、はい、よし。さあということで玉座の間がもうちょっとで出来上がるね。よしよし、なんでみんなさ遠巻きに見すぎじゃないなぜそんなところにっていう感じなんやけど、よし、これでとりあえず玉座の扉、扉タペストリーめっちゃあったっけ今ね、めっちゃあったよね今。はい、玉座の扉とかがり火、玉座の扉多分だいぶでかかったと思うよね。でタペストリー、これめっちゃあるやん、21もある、やば作らんでよかった。はい、玉座の扉を、この範囲か、なるほど。ん、これはちょっと待って、場所がはてい、違う違う、はてい、ちょっと待って、ほほてい、とりあえずこれで部屋はできたんじゃない？超大きい空き部屋。超大きいんやって。まあね、王様の玉座が置かれる場所だから。で、この辺かな？おお、なんかいい感じじゃない？で、タペストリーを、あ、違う違う、ずれた。
タペストリーを置きまして、こういう感じかな。でこっち側にもちょっとつけておきまして、よいしょ。でかがり火が2つ、よいしょ。お、ぽくない、ぽくない、ほら超大きい玉座の間できた、できたよ、完成だ。たまげたの出来上がったよ。これがよ、これが玉座の間だよ。わかる？ちょっと君たちわかるかい。でもこれでまだ寝室を作らんといかんのよね。で、銅の寝室どうしよう、こっち側にしよっかな。めっちゃ狭い気がするけど、まあそれは気にせずえ、細長くない？めっちゃ細長いよね。そんなとこに作るって感じがするけど、しょうがない、しょうがない。それはまあしょうがない。寝るだけやけん。え、でもロールプレイングゲームしよってさ、王様の寝室、確かに玉座の間から続いてるけど、あんな狭い王様の寝室が未だかつてあったであろうか。なかった気がする。お城を完成させて、完成はちょっとしないんだけど、ね。待って、扉持ってたっけ？これでいっか、魔法の扉？魔法の扉でいい？いいんすかね？まあまあまあ、まあいいか。まあいいか。ってことで、ちょっとここから続く。でも、ここから続くようにしたら段が1段上がっとるけんな。ねえ、段1段上がっとんよね。この辺から行けるようにする？じゃあそういうことにしまして、とりあえずこの2列ぐらいなくなればいいかな、あの扉は。よいしょ。んで、はい、魔法の扉、はい。ああ、まあ全然大丈夫か。じゃあこれで魔法の扉で寝室にやってきました。キングベッド小さっ。あ、そういう感じ。キングベッドってめっちゃ小さいんやけど。キングベッド、あとはレザーソファーいるんかな、これ分からんけど、とりあえずこの辺にあれ置けんやん。あ、置いておいて、で、あとは何勝手に入ってんの、寝室に。ダメよ。あ、いや、離れとるぐらいの方がいいんかな、もしかして。よっ。あ、なんか窮屈なような、窮屈じゃないような、話しとこ。よし、ここに置いて、この上に、あれ、しまった。あ、これ中にしまえるんやね。なるほど。しかし、しまいません。どこ行った？違うんよ。開かないんだよ。ここにね、置きたいんです、私。あ、置けた。よかった。しまうしかできんのかと思った。焦る。さあ、これであとは、あ、暖炉、暖炉、そう、暖炉を置かなければ。この暖炉を、どうしよう、こっち側とかに置いとこっか。じゃ、この辺、もうめっちゃ微妙な感じやね。バランスが。あー、これはちょっと。これはちょっと。あれ、どこに、あ、あったあったあった。なくなったかと思って焦ったわ。この辺に置いておくか。いや、でもなんかこの辺暑い。そんなこと気にしとったらね。よいしょ。で、こっち側に椅子とか置いとこっか。よっ、よし。じゃあこっち側に、よいしょ、椅子を置いときますね。こんな感じで、でこっちを壁で囲っていけばよろしいでしょう。
違えた間違えた。はい、これで壁で囲っていけば、おオッケー、王様の寝室できた。ふう、あ、でもこんなもんかな、部屋の大きさ。こんなもんです、こんなもんです。じゃあ、誰か、あれ、誰に話せばいいの。あれ、なんか下におるっぽいけど、見どころがありそうね。上に来てくれる。ヘイルル、やるじゃない。あいな、玉座の元王様の寝室を作ってくれたのね。うんうん、素敵なお部屋と寝室ができたじゃない。ルルにぴったりだわ。お城の壁もちゃんとしたいし、もっとしっかりして屋根のあるお城にも憧れる。でもこのお城もみんなで作って味が出ていて、なかなか素敵よね。屋根はまだ作ったことないよね。ありがとう、アイナ。これでついにお城の完成よ。早、完成したのか、この城。すっかすかなんやけど。つら。まあでも、とりあえず、形には全然なっとるね。オッケーオッケー。なんて大きな立派なお城でしょう。私、感動で胸が張り裂けそうです。うんうん。ほっほ大観覧もなかなかかっこいいわい。腰を下げて外から上がったわ。いや、でも階段出来上がってないけんね。いやー、そんな、まじまじと見られるのめっちゃ嫌なんだけど、出来上がってないから。かっかっか。こうして見ると、わしらが作った土台部分も、なかなかどうして。まあ、悪くはないよ、土台は。やったやった、お城ができたぞ。私たちも協力して、みんなで作ったんだ。楽しそうだな、ネスタ。なんか、テンション高くない？え、なにこの、階段の後ろのこのスペース。なんか、物置みたいな。そういうスペース活用法も、みんな身につけてるの。ふふ。ごほん、私としたことがはしゃぎすぎてしまった。すまない。いいえ、アネス様が喜ぶのは無理ありません。とっても素敵なお城ですもの。アイナ、このお城がルルキャッスルっていうのは半分冗談よ。みんなで一緒にこのお城に住みましょう。それが一番楽しいわ。もちろんあなたも指導もね。だから、このお城に住みたいなら今すぐ指導と仲直りするのよ。なぜ住みたいならとかっていう上から言われなきゃいけないんだ。私が作ったのに。私と、まあみんなやけど。いやー、ルルが。快適レシピを達成したようじゃな。よくやったの、アユナ。おー、見るがよい。お主から小さなメダルが生まれるぞい。あと1枚や、あと1枚で何かがもらえるはず。小さなメダルを手に入れた。快適レシピをあと6個達成したら、カッターをプレゼントするぞい。では、さらばじゃ。ルル、重くはなかった。素晴らしいぞ、アイナ。これで石板に記された全ての目標を作り上げることができたようだ。うん、皆を導き城を完成させた君はますます立派なビルダーになったな。しかし不思議だ、飽くことなくまだまだ物を作りたい。ひょっとするとものづくりというのは終わりのないものなのかもしれないな。さあ、アイナ、また石板に変化があるかもしれないわ。調べに行ってみましょう。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。とりあえず、なんかそのうちね、反対側同じ場所に王女の寝室を作りたいのと、階段もちゃんとしたいよね。半分しかないけん。